ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年8月14日22時、23時のカエミとガビトの4人の歌ってみた動画が公開されたのですが、17分後、諸事情により非公開となりました。理由としては、動画の右下に本家ドーナツホールの動画が入り込んでしまっていたからです。おそらくは、編集段階で映像の比較のために入れていたものなのでしょうが、それを消し忘れているということですね。一部ファンは、本家が映るなんて神演出と言っていたようですが。そんなことあるか。いくらなんでも仕事が雑すぎるやろ。つまり誰一人として5分足らずの動画の完成品をチェックせずに投稿したってことだよね。ライバーも2時3時運営も。2022年4月には、2時3時運営は、動画投稿のミスを謝罪し、今後再発しないよう教育を徹底すると言っていました。その同じ4月に、クズハさんの動画に、2時3時運営の出勤情報の動画が混入するという事故が発生していました。2024年2月、セレンタツキさんの契約解除の時に、ミュージックビデオの投稿には、運営会社への事前確認が必要と書いてましたが、今回は、運営のチェックをしなかったんでしょうか。それとも、冒頭10秒くらい見て判断したのでしょうか。相変わらず仕事できへんな。絵にから。こんな単純なことすら未だにできないんだから困っちゃうよね。修正したドーナツホールは、15日の21時に公開予定とのことです。2時3時運営が、ちゃんと仕事ができるようになる日は来るのでしょうか。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。